できましたー、鎌倉ですってそんなん言ってる場合ちゃうね。まあまあ時間かかるぞこれ。ヒロの田舎暮らし。はい、どうもこんにちは、ヒロです。今回ですけども、私が移住した家をご紹介したいと思います。ルームツアー。はい、外はねこんな感じになってます。デッキがあっていい感じ、なんかバーベキューとかすぐできちゃいそう。で、これがタンク、灯油のタンクですね。これがないと寒くて死んじゃいます。はい、入ってみましょう。シャキーン、こんな感じです。超シンプル。はい、それでは家の中を紹介してみたいと思います。まずね、ここに電気あって、これがストーブ、さっきのガス管につながってるやつですね。これがメインの部屋です。大きい、十分でしょ。なんていうのかな、これなんかこう、普通この上に壁紙貼ったりするんやと思うけど、もう僕はこのまま使おうと思います。十分十分で、こっちがキッチン。あ、つくね、明るい明るい。はい、これがキッチンです。もう超シンプル。これが面白かったよね。これはね、大阪にはないボイラー、これがさっきのガスにつながってるはずです。で、これを分かんない、オン、動き出した。で、これをやるとこの水が温かい、もう温かい、早いな。これでお湯が出ます。ここがですね、シャキーン、シャワールームです。見て、シャワーのみ。これも出るんかな。ああ、あったかい、すげえ、熱っ、すごいな、これ一瞬やな。はい、出ます。で、面白いのがトイレなんですよ。トイレなんですけど、これ見て、なぜここにこの灯油を入れるポンプがあるんでしょうか。ここの、あの秋田県の仙北市っていうのは、冬やったら多分マイナス5度とか行くと思うんですよね。そうすると、ここのトイレのこれに溜まった水が凍るらしいんですよ。それで外出るときはこいつこれでこのタンクから水を抜かないといけないらしいんですね。と思って、ちょっとそれきついじゃないですか。それで地域の人に聞いたんですよ。そしたらめっちゃおもろいことに、なんとシャキーン、これが使えるみたいなんです。これは車のウォッシャー液です。このウォッシャー液、秋田で買ったんやけど、ここにマイナス30度対応って書いてるんですよ。なんでこれをこの中に入れれば凍らないらしいんです。すごくない？ヒロの田舎暮らし。寒さ対策、今まで持った中で一番大きなストーブを持ってきました。中古屋で5000円、いいっすね。でもこれストーブあるから、もしかしたらいらんかもしれない。
で、まあ一応これも初めての家具です。このね、雪かなり溶けてるんですよ。かなり溶けてるけど、それでも1メーターぐらい溜まってます。この雪をどうにかしないと本来の駐車場に車が入れれないんです。今から頑張って雪かきします。なんとか雪をちょっと掘って、こっち雪かきが終わってる場所に少しずつ流してって、なんとか溶けるのを早くさせる作戦です。やってみましょう。やば熱い。こっち中はめっちゃスボスボ入んのに、ここ上が超硬い。まあまあ時間かかるぞこれ。ヒロの田舎暮らし。いや疲れた。今ねまだ正直1時間ぐらいしかやってないですが、ちょっと張り切ってやりすぎた。なんとか車は止めれるぐらいのスペースはできました。シャギーン。これはできてるというのか言わないのか。とりあえずこれで試してみよう。もし溶けるんであれば、あとまだまだたんまりあるんで、雪かきを楽しみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。移住1日目はですね、おそらくこのまま雪かきに追われて終わるのかなと思います。今後はですね、この場所を拠点にいろんな活動していきますね。さっきのあの部屋の中もかなりシンプルで何にもないんで、まあ DIY とかなんかそういうことも見せていけたらなと思ってます。もしね、移住考えてる人とか、こんな動画見たいとかっていう人がねいたら、ぜひコメント欄にコメントしていただければ、あんまりねノープランでやってますんで、全然皆さんのリクエストに応えながら、動画撮っていけたらなと思ってます。それではまた次回、ほなね。